じゃないか。ああ、助かった。さっきは死ぬかと思ったよ。助けてくれてありがとう。僕は抵抗軍車庫小隊隊員鉄平だ。僕が幕府武士に囲まれていたところ、この二人が助けてくれました。僕は昔広報勤務だったんだ。だからこの辺の紹介は僕にとって朝飯前さ。お疲れ。どの薬にするか決めた？もし効果があればみんなも早く回復できる。材料を僕に渡してくれ。薬を作る面倒な作業は僕がやるよ。しかも勇敢にメガリ儀式を阻止し、ライデン将軍の手から生き延びた。準備できた？うん、今回はきっと大丈夫。緊張してるんじゃない？それじゃお手本にならないから、少し気持ちを整えてもう一度試してみよう。頑張れ、信じてるよ。戦う力がある以上、ここで黙って見てるわけにはいかない。幕府軍にたたらすなを通過させてなるものか。の時間だ。なんでそんな噂があるんだよ。それに最も新しい正体でニシン一番隊って言うんだ。どうだ、すごそうな名前だろ。しかも僕たちの隊服も制作中だってサングロミア様から聞いたんだ。制作が終わったら一緒に隊服を取りに行こう。新しい隊服を着たらきっとすごくかっこいいぞ。本当にありがたいことだ。これもすべて支援があったおかげだよ。僕も驚いたよ。君たちもここで調査してたんだね。心配しないで、僕はこの通りピンピンしてるよ。なんて表情してるんだ相棒。大丈夫、少し休むだけだから。少し休めばきっと良くなる。